スタートだ。じゃあ、ワンステップ日本史クイズ大会。正式名称は日本史クイズワンステップ敗戦2022年8月大会は、姫女子特集ということで、戦国の姫とか、女の子やら、いろいろと女子関係の問題が揃ってます。今日はルールはみんな知っていると思うんで、最初の4択とね、ちゃんと喋らずに、タイミングを合わせて顔の前に出していきますよ。それでは、第1問、あ、そっか、しましませんでしょうか。第1問。はい、次の中で、織田信長の妹は誰？1番、松姫。2番、お市の方。3番、お仙の方。4番、瀬名姫。それではタイミングを合わせて、3、2、1、はい。はい、顔の前、はい、はい。顔の前、顔の僕ですと、前。ぴょんぴょんぴょんぴはーい。ょん。おー、行きましたね。あーは選ーい。はい、手。OK です。あ、はい、そあーこ選は手、ね、まただー基選手、本だからなんあーとか選な。手、た OK ー選です。手、かい選手、2、しましま選手だけ1でしたいね。やい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 うん、しましま選手1でしたね。信田先生の目には1に見え1でましす。た。信田先生の目には1に見え2ます。ではす、2い。です。ありはい、行がきましとう。ょう。ドン。おや？答えを。おや？答え出てきませんでしたね。ちょっと出待っててきまね。せんでした。ドン。大丈夫？出てきた。え？あれ？ちょっえ？え？と待ってね。正解なし。いや、ちょっと待ってね。なんで正解こういうなことにし。なってるんだ？ちょっと待ってね。目の前にあるのと違うスライドが出てきてる。なぜだ？ちょっと待ってね。誰めの同期してないのか？これ。大丈夫？大丈夫っていうか、ちょっとデータの PC の問題で、同期してないですね。うおやおん。や。どうなることでしょうか。いや、違う、違う。ちょっと待って、え？ちょっと待って、ちょっと待って。おそらく問題のとこ書き直しなかったんだ。うん、これでお市の方が出るはず。ほら、出てきた。イェーイ、2番だ。イオッケェーイ。イェーイ。ー、オッケ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 ー、オ
ました。もうね、ではでは次いきますよ。第2問、はい、こんな簡単な問題じゃないぞ。しもしますぜ。第2問、はい、武田信玄の娘で織田信忠と婚約するも破談した姫は、はい、1番大梅、2番玄祥位、3番菊姫、4番松姫。さあ、それでは皆さんタイミングを合わせて3、2、1、はい。あれ、さあ、4、4、1、3と分かれました。3の気がすんだよな、なんとなく。さあ、それでは、多分言うんだろうな。はい、 OK です。いきましょう。答えはダカ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 。多分これは読んで、マジ？マジ？でした。え、ちょ、マジ？赤い点。え？え？違う選手から物言いがついてます。マジ？え、ちょ、3番でしょ？え、ちょ、マジ？はい、どうぞ、先生、確認します。ちょっと待ってください。確認します。え、物言いがつきました。野田先生、3番と思ってたんですけど。しかも多分これ本気の物言いだと思います。パーセンシブ。妹が菊姫でございます。ちょっと待ってね。武田信玄、武田信玄。うん、ちょっと待って。あと、武田。で、16。ちょっと待ってね。松姫の妹、菊姫だった。菊姫は、上杉景勝と結婚した人で、答えは、あ、松姫だね。こらこら松姫だね。資料残しといてよかった。うん、はい、次までに、ちゃんと直しといた方がいいですよ。だめ、次も10時から初心者大会があるのに。ということで、答えは4番でした。おめでとう。はい、タン選手の物言いがちです。やばいね。というわけで、
カイ選手一瞬の夢だったね。むしろ俺が全員にプレゼントを送らなきゃいけない。イエーイ。ってぐらいのノリだよね。はい、すみませんでした。どうしよう、今日は付き合いのようとグダグダでしょうがないじゃん、この環境なんだから僕でグダでも。はい、大丈夫。はい、大丈夫。ひみこが中国語あ、これは簡単。あった称号は1番、漢の和の名の国王。2番、日本国王。3番、真偽和王。4番、邪馬台国王。それではタイミングを合わせて、3、2、1、はい。3、1、1、1、3と分かりました。これ3でしょ。3だね。これは3だ。うん、これはもうめちゃくちゃ自信がある。はい、どうぞ。はい、それでは答えは、3の7は違う。よっしゃ、やっぱり。真偽は説明していいかい？じゃあ、カネ選手のどうや説明を聞いてみよう。まず、はい、みんなが間違えたこのカンの名 の国王、これ、カンの和の名の国王っていうのは、基本的に日本の中にあった和国っていう国がありまして、で、そこが中国に貢ぎ物をして、で、そこから中国の皇帝から送られた称号なんで、なんで、この邪馬台国の卑弥呼が送られた称号は、魏の時に中国に貢ぎ物を卑弥呼は送ったので、なので、真偽和王っていうのが実際に正しいはず。おいいですね。90点。はい、90点いいですね。あと10点。あと10点はね、1番はね、那国の王様だな。あ、そっか。っていうか日本人だったら、ね、那国なんで、それ以外は全部大丈夫です。時代がね、200年ぐらい違います。なんかはい、ありがとう、海選手説明。ではでは、第4問に進んでいきます。どどん。第4問。細川ガラシャの父親は誰？ 1 番、細川忠興。2番、細川守弘。3番、明智光康。4番、明智光秀。それではタイミングを合わせて、3、2、1、ほいよ。これは基本、あ、間違えた。ラストップ、止まれませんよ。止まれませんね。変われませんよ。しましま先生以外4番ですね。しましま選手か。ところで、しましま先生。いや、ですね、OK です。これ、しましま先生、読んだの、熊本城で。はあ。はい、以上です。OK です。皆さん、明智光秀です。読んだの、読んで迷ったのよ。迷ったの、とても。はい、何に迷ったんですか？明智光秀って書いてあったような気がするよな。でも、細川さんだから細川かなって思ったの。確かさ、妻、ガラシャが妻になって、嫁いだと。こっちのはこっちの細川の1番だったはずなんだけど、父親が読んで、こっちのが1かな。まあまあ、でもまあここからが勝負だから負けない。ちなみに細川守弘ってまだ生きてるんですかね。亡くなりました。何もニュース見ないよね。誰か知らない、細川。亡くなってたらニュースあるよね。さすがに元総理大臣だからね。元総理大臣なんですか、先生。そうそうそう。ああ、そうだ。93、4年ぐらいに総理大臣だったから、30年前、あれから。多分生きてるんじゃないですか。多分ね、ニュースになって、ニュースで聞いた覚えがないもんね。うん、もうね、だいぶそれだから90とかなってるだろうね。ね。さあ、それでは、四択クイズの最後の一問見ていきましょう。第5問。朝日新聞について正しくないものはどれ？それでは見ていきます。今弱いんだよ。1番、お兄さんが豊臣秀吉。2番、夫が徳川家康。3番、お母さんが大政所。4番、子供が徳川秀忠。それでは皆さん、タイミングを合わせて、3、2、1、はいよ！あ、2、1、4、4と分かりました。分かりましたね。はい、結構 OK です。はい、皆さん OK ですか？じゃあ答えを見ていきましょう。はい、答えはって感じする。やっぱりよっしゃ！大門川と福川秀忠が違います。じゃあこちらは信田先生から解説していきましょう。まず、朝日姫というのは豊臣秀吉の妹です。
豊臣秀吉の妹で、まあ、結婚して40歳ぐらいになってたんだけど、豊臣秀吉と徳川家康が和睦を結ぶために離婚させられて、ね、40歳過ぎかな、徳川家康のところに嫁ぎます。これで1と2は正解。というわけで徳川家康と嫁いで、豊臣秀吉の妹なので豊臣秀吉とお母さんは一緒。豊臣秀吉のお母さんは大政所と言いました。というわけで3番も OK。 4番の徳川秀忠は徳川家康の子供なんですが、お母さんは旭姫じゃなくて他の人なんですね。というわけで、はい、難しかったと思いますが、4番の子供が徳川秀忠、これだけが違います。旭姫ね、豊臣秀吉の妹で、年を取ってから家康と結婚した、再婚した人でした。というわけで、うん、結構荒れたんじゃ、俺のせいか、荒れたんじゃないでしょうか。中間発表お願いしましょう。はい、じゃあ中間発表いきます。みんな同点か、いや6点8点8点かも。はい、いきます。しましま選手4ポイントイエーイ。ター選手、赤選手6ポイント。おお、カイ選手8ポイント。おお、なるほど、ね。まだまだ勝負は分かります。野田先生としては、心理は王はもうちょっとみんな当ててほしかったな、ね。やったね。心理は王得意だから、こういう系は。では、第6問。北条氏康の娘で、今川氏真と結婚したの。決めきましたね、タア選手。伝承院。伝承院。違います。問題見ていきましょう。はい、甲斐選手。早川殿。北条氏康の娘でね、今川氏政と結婚したのは、そう、早川殿、安姫、早川殿ですね。知ってましたね。甲斐選手1ポイント。はい、じゃあター選手1回お休みです。あ、ター選手次お休みです。え、そういうのがそれでは次見ていきましょう。第7問。雑誌、政党に原始、女性は太陽であ。お、甲斐選手。平塚雷鳥。はい。雑誌、政党に原始、女性は太陽であった。と書いた女性、うん、運動、解放運動家は。だってこれ雑誌って言うと明治時代で、明治時代の女性って言ったら平塚雷鳥ぐらいかな。ちょー。ましたね。もうなかなか調子を上げてきました。それでは第8問。タア選手復活です。おう、タア選手復活。じゃあ問題8。第8問。安土桃山時代の人で、男の格好をして歌舞伎踊りを踊った。タア選手。誰だっけ。会津物の国。はい、男の格好をして歌舞伎踊りを、人気となったのは出雲のお国という人です。おめでとうございます。先生、分かってたんですか。分かってたのか。すみません、分かってたの。分かってたの。嘘くせえ。すみません、先生、嘘くせえ。分かってたのよ。さあ、次行こうじゃないか。あ、じゃあ第9問は、大阪夏の陣で自害した豊臣秀頼のお母さんは、大田選手。ちゃちゃかっこいいところ。はい、そう、ここはね、豊臣秀頼のお母さん、大阪の夏の陣で自害したのがちゃちゃ。ね、やばい、2点取られた。あと1問。あと1問で追いつける。いや、あと2問で。大気が荒くなってほしい。2問正解して、あ、そっか、あと1問かな。さあ、いきますよ。もう1問言ってんだからね、早押しくね。さあ、選手も頑張ってください。第10問。100人一首にも歌が採用された世界三大美女の一人といわ。しましま選手か、これ。はい、しましま選手。紫式部。いや、そこはさ、しましまっていう場面じゃないの、そこは。紫式部。紫式部。はい、ブブ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 。違うの？紫式部で違います。じゃあ、選手どうぞ。ミュートを切って答えてください。大丈夫。細川ガラシャ。あ、細川ガラシャ、ちょっと時代が違います。
ありがとう、ワー選手。それでは次は、テー、ター選手。うわー、ド忘れした。あー、どうしよう。ド忘れした、私って言っとけばいいんじゃないの。じゃあ、私はないでしょ、絶対に。カウントダウン。カウントダウンだね。3、2、1。はい、ダー選手もお手つき。で、カイ選手、ついに回ってきました。おい、小野小町。あっ、おーっと、それは厳しくいこうかな、チャンピオンなので。はい、100人衆の歌が採用された世界三大美女の一人と言われるさ、小野の小町。おい、え、今の不正解ないでしょ。まあ、ここいや、ひどいよ、これは。それはひどいよ。いや、ここはやっぱ正解にしとこうかな。一応正確じゃないんでね。正確じゃないんで、どっちでもいいと、どっちでもいいという、どっちでもいいという場合があるんで、やっぱそれはちょっとな。いや、ごめん。教育的にね、後々ね、まあ、ちょっと事実としてあるんだとこあるんで、やっぱり正解です。はい、おのの小町。小町ちゃん、正解、ね。次は独走だな。ほんとだ。おさらけよかった。はい、行きます。第11問、第11問行くよ。え、ちょっと、あ、独走か。独走です。海選手だけね。じゃあ行くよ。日本初の新婚旅行をしたと言われる坂本龍馬の奥さんは？あーねー、ちょっと待って、思い出させて。みんなが悔しがっております。まあ知ってるんだけどね。分かった、じゃあ、ちょっとね、これあれだよな。答えて間違ったら次はダメだけど、うん、答えなかったら次はできるんだよね。うん。ここはちょっと判断どころだね。海選手来ましたよ。あ、来た。お、じゃあ答えてもらおう、じゃね。お龍？はい、坂本龍、お龍ですね。うん、龍馬と龍というね、非常に覚えやすいカップですね。龍というね。じゃあ、オッケー。さあ、みんな復活です。復活ですか。じゃあ大丈夫。選手が褒めてます。そんなに褒めないで。うなってるよ。じゃあ、いきますよ。第12問、ちゃんと押す準備するんだよ。第12問、おごうの娘で豊臣秀頼に嫁いだのは誰？ちょっとター選手止まってるんだよな。しましま選手も止まってる。多分この人かな。あら、今しましま選手動いた。しましま、多分ター選手送ったんですけど。そうだね、ター選手としましま選手だけが止まってるという状態でした。なるほど。問題聞こえなかったんですけど。だよね。すいません、もう送ったんですけど。しましま選手どうしましょう。あ、ちょっと待ってね。また止まってる。うん。ただそちらだけ回線が止まってる状態なのでね、一応そちらの問題ということじゃなってしまうんですよね。アー選手と海選手動いてたので。なるほど。とりあえずまあ。だから海選手の答えまでは先に聞きますよ。オッケー。ね、ここは悔しいかもしれませんが。ここは千姫ですね。はい、そうなんです。おごうの娘で豊臣秀頼に。これは勝った、勝った。これは千姫なんです。ちょっとね、怖いんで、回線の問題があるとどうしてもそういうことが起きてしまいますが、僕はちょっと、パー選手分かってた？はい。あ、悔しかったですね、それは。分かるも何も問題聞こえてないんじゃない？いや、だからもし聞こえてたら分かってたの。はい、では第13問、気を取り直して、やれるね。自分の力でやれるところを、はい、やれていきましょう。第13問、鎌倉幕府三大将軍。源のさ。え？はい、大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、ター選手。続けて。いや、いいです。え？いいですか？何も言わなくて。どうせお手つきなら何か言った方が得ですよ。だから問題聞いてないんですけど。だからどうせ問題聞いてなくても、どうせお手つきなら何でも当てずっぽうに言った方がマシですけど、どうですか？いや、いいです。はい、じゃあ、海選手。ここは多分ね、実朝の妻と予想して、拷問の武器を。ああ、はい、下島選手。説。
はい、見ていきましょう。はい。あ、やっちゃったわ。まだ アー選手答える権利がありますよ。アー選手答える権利がありますよ。はい。鎌倉幕府、三代目将軍、山本の実朝の母親で、二位の尼と呼ばれたのは、誰ですか？さあ、アー選手、カウントダウンまでじっくり考えてみましょう。ではカウントダウンしますよ。3、2、1。はい、そこまで。でもアー選手は次の問題答える権利があります。他の3人は次の問題はお休みになります。答えはもちろん北条政子。今日はね、お母さんになりますよね。二男北条政子。今日の鎌倉殿シリーズなど誰も答えられなかったっていうか、ね、すっごい深読みしたのに。というか焦りすぎというね。すっごい前のめりになって、これだけは取ろうと思ったのに。いやあ、第14問はアー選手のみ。ありませんよ、あまり。アー選手のみです。あとのみんなは涙で悔しがってください。はい、第14問。織田信長に嫁いだ貴重の父親は誰？知ってるかもしれない。アー選手の顔芸が。織田信長に嫁いだ貴重あの子かな、多分。本当はアー選手顔芸が。さあ、アー選手、どうする？勝負をかけるか、15分にかけるか。やっていたところです。じゃあ、そろそろカウントダウンになりますよ。3、2、1。お、アー選手頑張ります。アー選手勝負。あれあれあれ。あ、武田信玄。武田信玄。あ、有名人来ましたが、貴重は。多分違うのでちょっと答えていいですか。美濃の国からそのルールは。やっぱり。斉藤道三の娘でしたね。斉藤道三の方からね。はい、織田信長に。一回は信長を殺そうとした人だっけ、確か。そうそう。本当は暗殺役。だったら、殺してこいと。そう、善治みたいな担当を持ってましたね。そう、善治。いよいよ最後の問題に行きますよ。今日は荒れまくってます、ね。次の初心者大会とかどうなるんでしょうね、本当にね。第15問。はい、行きますよ。最上義満の娘で、豊臣秀次に嫁ごうと。はい、しもしも選手。しましま。はい、ぷぷー。はい、しもしも選手、マイナス100万点。イエーイ。最後はこれを言うしかないじゃん。一番に押して。プレゼントまあね、そういう役割だもんな。はい、タツジュ。駒姫。くそ、言われたはい、ね、最上義満の娘で豊臣秀次に嫁ごうとしたが、殺されてしまったのは、駒姫と言います。さあ、なんとこれで全問終わりました。ここで結果発表お願いします。はい、集計出ました。はい、じゃあしましま、はい、選手権、先生お願いします。はい、まあ、しましまは最後の15問に1番に手を打てたことだけが満足です。はい、じゃあいきます。よ4ポイント、しましま選手、6ポイント、赤選手、9ポイント、ター選手、そして13ポイント、カイ選手。さあ、じゃあ、今日の優勝はもうカイ選手、おめでとうございます。おめでとうございます。噛み合わなかったりしたところもあったかもしれません。ター選手ね、最後まで頑張ってくれました。というわけで、今日も皆さん、はい、ありがとうございます。それではまた来月。はい、選手おめでとう。バイバーイ。またクラブで、またクラブで会おうね。バイバーイ。